でとうございます。ちょっと待った、最高じゃないですか。すげえこれ。なんすか。俺がここに来たのは、橋田須賀子にキスして出入り禁止になって以来だぜ。いいとも終わる前に出れてよかった。出れてよかった。ちょっと待って、何言うの。たっぷり時間取りすぎですよ。ちょっと何なんですか。カムさん、いいともお疲れ。13年ぶりです。13年ぶりです。目が緊張してるの。バレてますよ。柱さん、全然緊張してねえよ。これがあだ名のコーナーだよ。あだ名のコーナー。そんなコーナー吹っ飛ばしてやるよ。もう終わったんだ。終わったんですよ。終わったんですよ。終わりですよ、もう。お前ちゃんと時間見て出てきたの。ちょっと本当ですよ。ちゃんと終わってちゃんと予定通り出てきたじゃねえか。予定通りとか言うなよ。トモラワです。どうぞ。火曜日、木村拓哉さんからのご紹介でお笑いコンビのフットボールアワーが登場。木村拓哉さんと CM で共演している岩尾さんがアルタでまさかの変身。お願いします。え、キムタクからのメッセージ。はい、はい、本番中に洗顔だけはしないでください。本番中にね、またいつかよろしくお願いします。なるほどね、洗顔ね、洗顔ね。いや、これでもね、出てないですから。ひょっとしたら今洗顔したらまた今日もキムタクさん出てくるかもしれないですね。あれの真似すんなお前。話どういう風にしてきたの。いや、CM が決まりましたと、うん、で顔を洗っていただきます、洗ったらキムタクになりますっていう話で、いいんですかみたいな感じなんですけどね。あ、別々撮ったの。そうですね、撮影は別々なんですけど、はい。いや、すごいですよね、共通点何にもないですもんね。何にもない。肺呼吸ぐらいですよ本当に。呼吸圏内のみで、
いやでもあれ以来なんかこう普通に、うん、あのメイク室でこう洗顔しててもあれあれみたいなちょっと期待されるんですね。だからなかなか顔上げれないっていう、上げても岩尾のままやしっていう。前にねロケでねハワイに行ったんですよ、うん、ほなハワイの地元の子供が岩尾の顔を見て、うん、怖いって言ったんですよ。マジですか。お母さんをつかんで怖いマジですよ。なぜなんだみたいな、そんなフットボールアワーの100分のアンケートは木村拓哉よりフットボールアワー岩尾の方が断然いいという人。まあ CM もやらせていただいて返信もさせてもらってるんですけど、まあ一人なんで木村拓哉さんよりも断然岩尾だという、これひょっとしたら 6,7 行くかもしれないんですけれども、一人はこれね100のうち一人は多い。今日もストラップいらんわそれやったら。何よりのストラップやわそれが。いやちゃんと聞きましょうよ。そんな多いかね。いや多くない。多いって言うてる人全部押すんか。いやちょ聞いてみたら。聞きましょう、こういうこと聞きたいんで。キムタクよりも絶対に岩尾だって人スイッチオン。うわ。13人いるよ今日は。珍味好きが多いですね。逆転チャンスゴルフボール一発落とし、ルール説明お願いします。はい、それではルールを説明いたします。テーブルクロス引きの要領で今から皆さんに並べられた5つのゴルフボールを全てコップに入れることができれば成功。それではですね、まず現在のそれぞれのチームのポイントを確認しておきましょう。そうなっております。月曜日370ポイント、水曜日80、木曜日150、金曜日130ということで、月曜日チーム相変わらずトップです。わかりさん、このゲーム成功すると、この中の一つは田中の球です。何回聞こえてないと思う。これ成功すると300点入ります。ということは逆転可能。水曜日チームでもどういう順序でありますか。一番あ水曜日から、ね、水曜日、一番低い水曜日、得点の低い水曜日から、これ成功すれば逆転できます。300点お願いします。いいですか。可能性あるからね。行きましょう。スッといくぞ。ツリー、うわ、緊張するな。おい、よし、早く集中した方がいいね。ちゃんとよ。初めてやって、残念でした。ありませんでした。すみませんでした。すみませんでした。なんであんな一発できんやろ。瞬突きでやったことはあります。一度、あ、一度、はい、コツ分かる。なんとなく分かります。コツはちょっとこうあのバックスピンかけるというか。おー、かけてよ。3、2、1。もう一回やらせてないかしら。これなんかおまけあげたいぐらいですけどね。もう一回やらせてもらって。もう一回ダメですよ。200点ダメです。またよし。それでは木曜日チームいきますか。はい、行きます。ちょっと待って、お前いけいけ、頼むぞ。わかりました。やめて、いけ、やめて。それでは火曜日、いけるぞ、いけるぞ。
明日からのいいともみんな見てくれるかな。いいとも。